東京シティフィルハーモニック管弦楽団は日本のプロオーケストラ。略称は東京シティフィルまたはシティフィル。日本語オーケストラ連盟生会員。東京オペラシティコンサートホールティアラ高等で定期演奏会を開催するほか東京文化会館で特別演奏会を開催している。テレビ番組題名のない音楽会にも多数出演。1975年 自主演のオーケストラとして、指揮者の堤み俊作を中心に若く才能ある演奏家たちによって設立。同年ベオグラード音楽祭開幕演奏会を含むヨーロッパ公演、香港、マカオ公演を成功させ、プロオーケストラとしての軌道を築く。1985年、オーストラリアのブリスベインとシドニーで行われたテレビ朝日、題名のない音楽会20周年記念演奏会に、 出演して各地で絶賛され、1994年には日本音楽コンクールでオーケストラとして初めて特別賞を贈られた。年間100回を超える公演は定期演奏会及び特別演奏会を柱にオペラバレー公演やポップスコンサート、映画音楽、テレビ出演、CD 録音、音楽鑑賞教室まで多岐にわたる。特にテレビにおいてはテレビ朝日。 題名のない音楽会21を通じて、その新鮮な魅力あふれる演奏を披露し、日本全国で好評を博している。1994年からは、東京都江東区と芸術提携を結び、ティアラ江東を主な拠点として、各種コンサートや公開リハーサル、ファンと学院との交流会、楽器の公開レッスン、音楽セミナーなど、地域に根差した。 音楽文化の振興を目的に幅広い活動を行っている。1997年9月、ドイツ音楽、特にワーグナー指揮者として名高いイ森モリ・郎が常任指揮者に就任。イ森モリの情熱的な音楽作りと、東京シティフィルトが織りなすエネルギッシュで豊かな音楽表現は、聴衆の多大な支持を集めている。 特に2000年9月から4年がかりで展開してきた東京シティフィルオーケストラルオペラニーベルングの指輪全4部作上演ではイーモ森東京シティフィルの作り出す高水準のワーグナー音楽が各方面から大きな反響を巻き起こすとともに常に高い評価を得ることに成功。続くローエングリンパルジーファルでも高水準の音楽と舞台が評価されローエングリンで 三菱新宅音楽賞奨励賞を受賞した。2002年4月、フランス音楽に造形の深いパリ在住の指揮者、矢崎彦太郎が主席客演指揮者に就任。矢崎の最も得意とするフランス音楽の世界を幅広く系統を立てて網羅したフランス音楽の彩りと影と題する画期的なシリーズを展開。それまであまり馴染みのなかったフランス音楽を 日本の楽団に広めた点は特筆に値するものがある。海外公演を積極的に取り組み、2003年2月にはジャパンシンガポールアートウィーク2003のオープニングコンサートとして矢崎彦太郎と共にシンガポールに招かれ、2日間にわたって開催された東京シティフィル特別演奏会では満場の聴衆の喝采を受けるとともに、東、 アジア圏の芸術交流の分野でも重要な役割を果たした。また、日米交流150周年の節目にあたる2004年4月、日米交流150周年記念日、米西海岸音楽祭に、2005年9月には、日から EU 市民交流年ジャパンフランス音楽祭に、矢崎彦太郎と共に参加。いずれのコンサートでも、聴衆のスタンディングオベーションという最高の賛辞を、 与えられ、音楽を通じての各国相互交流事業の一翼を担った。2005年4月からは、ティアラ高等で、開館以来初となるクラシック音楽の定期演奏会を開催。高等区という地域コミュニティとの連携をより一層深める活動を本格的に開始している。その他にも、日本初のベ連レンライター皇帝審判による、ベートーベン・チクルスやハイドン。 ブラームスシリーズ、ブルックナー、メンデルスゾーンシリーズ、若手指揮者、演奏家の積極的な起用など、その意欲的な取り組みは常に注目を集めている。2012年4月から2015年3月まで、宮本文明が初代音楽監督を務める。2015年4月より、高関健が常任指揮者に就任。ありがとうございます。